フェルナンド・エルネスト・ロメロ・ペラルタは、ドミニカ共和国産、フアン・シュー産・フアンデーラ・マグアナ出身のプロ野球選手、宇ト右打ち。横浜 DNA ベイスターズ所属。2011年11月にアマチュアフリーエージェントで、ミネソタツインズと契約して、プロ入り。2012年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグツインズで、プロデビュー。14試合に登板して1勝4敗。 防御率4.65、28奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズでプレーし、12試合に、登板して2勝0敗、防御率1.60、47奪三振を記録した。2014年は、A 級、シーダー・ラピッツ・カーネルズでプレーしたが、3試合に、先発登板後に、トミー・ジョン手術を受け、以降を棒に振った。 2015年は、前年の手術の影響で全球した。2016年は、A 級シーダーラピッツと、A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、2球団合計で16試合に先発登板して9勝3敗、防御率1.89、90奪三振を記録した。オフの11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2017年は、 a 級チャタヌーがルックアースでプレーし、24試合に登板して11勝9敗、防御率3.53、120奪三振を記録した。2018年は開幕をトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、5月2日にメジャー初昇格を果たした。同日のトロントブルージェイズ戦にて先発でメジャーデビューすると、 5.2回を無失点の投球で初登板初勝利を飾った。この年メジャーでは11試合に先発登板して3勝3敗、防御率4.69、45奪三振を記録した。2019年はリリーフで15試合に登板した。2020年2月12日、スプリングトレーニングに向かう途中にアトランタの税関で荷物の問題が発生し、 ドミニカ共和国へ引き返したため参加できず、さらにビザの再取得も実現せず、シーズンで投げることはなかった。オフの12月17日に自由契約となった。2020年12月24日に横浜 DNA ベイスターズが獲得を発表した。最速時速1 5 9キロメートルを誇る2種類の速球とスライダーで対峙する NPB。ありがとうございます。